はですね、名前がマメタとわさびになっています。マメタとわさび、はい。まあ、カワウソなんですけど、このコツメカワウソですね、東南アジアとか、あとは中国の南部などに生息していまして、川とか、湖とか、あとは湿地なんかに生息していて、基本的に、まあ、水がある場所で、生活をしている動物です。今これ何をあげてるんですか？はい、今ですね、ワカサギをあげていまして、ワカサギの他にもアジなんかもあげてますね。はい、ワカサギとアジです。はい、あとは餌に、この魚の他にもキャットフードなんかもあげています。キャットフードですか？はい、キャットフードです。まあ、栄養は、偏りがなくバランスいいので、いろんなものあげてますね。どっちがわさびとマメタですか？こっちがわさびで、こっちがマメタですね。で、わさびなんですが、結構神経質といいますか、結構臆病な性格なので、こんな感じで初めて見るものはちょっと警戒して匂い嗅ぎに行ったりしますね。マメタの方はかなり食欲旺盛なので、新しい人が入ってきても気にせず、ガンガン餌を食べるような食いしん坊ですね。カワウソって1日どれくらいご飯食べるんですか？今は大体なんですけれども、400g くらいですね。魚とキャットフード合わせてあげています。今この子たちが大体4キロくらいのコツメカワウソです。下田海中水族館ではこのような形でコツメカワウソに餌やりもできますので、ぜひお越しいただいた時には、やってみてください。木よりですね、筒から前足を出して、手のひらのこのキャットフードですね、取りますので、プニプニな柔らかい前足の感触とかも分かりますので、ぜひやってみてください。